晴れ渡った秋空の下、新生富士スピードウェイに3万人以上のファミリーやらカップルがトヨタモータースポーツフェスティバルにやってきた。グランドスタンドいっぱいのギャラリーが見守る中、歴代のトヨタレーシングカーが時を超えて復活し、それぞれの時代を華やかに彩ったマシンをお披露目。保存状態もいいようで、なんか今でも現役で通用しそうな感じ。今年の目玉は何といっても大躍進を遂げたトヨタ F1。 最後の V10 サウンドに酔いしれた。やっぱこの甲高い音は最高だね。一方ピット裏では懐かしのスポーツカーも多数展示。トヨタファンだけでなく V オプトスタッフも仕事を忘れてたまらない一日を満喫できるはずが、どうした？17番のアタックスの花子。何やってんの今日、何、俺の取材違うよ、だって俺まだやってるの知ってるでしょ、ね、アルテッドの取材でしょ。いや本当に朝からご苦労さん、まさか関係ないよね、俺はね。トヨタ部屋に立ち上がって、はぁ、何言ってんの。去年1年間陽一のわがままで付き合わされたアルテッドです。自信ありげな素振りからさぞかしいいところを見せてくれると思いきや、ダメ男を地で行くような低たらくっぷり。もはやチームにまで見放されるありさまで、逮捕されたと思ったやつに見つかってしまうとは。今日最終戦、その取材でしょ。ほら見て見て見て、予選この3番ってね、3番ってで、ミキハン、1番ってね、分かってるよね、ちゃんと見せるからさ。どうせ今でしょ、行こう、戦いということで、さあ最終どうやら去年とチームは変わらずに B1 仲間ミキ君との2大体制で参戦しているらしい。ね、君今日は順位いくつだ？うん、3番で。もしかして今年から始めた僕より遅いんじゃないの？あ、俺？社交辞令？大人のなんていうのかな、優しさでミキにこう譲っといて、オープニンググルーアップで君の前にいるから、あ、うん、間違いないと取っといてね、サインボードしっかり出しといてね。今日ね、 F1 見に来てるから、うん、いやいやいや、俺らに来てんだろ。じゃあ今日は F1 のメンテをしたいという希望を、うん、アピールするバンドの F1 じゃん。早いなお前、インパクトで慣れてるな。最近じゃグリッドの周りには誰もいません。もうね、キャンゲルもね、俺のところまで来るほど余ってないって。ミキとね、トップのとこ行っちゃった。いやー、ミキも近いとこにいるね、本当に。でっかいかと思ってんね。それミスしたら殴るっていう。頑張ります。能天気な陽一とは逆に不安げなミキ君、スタート苦手なんだな。そしてレースがスタート。真正面から彼らの姿は当然見えません。とりあえずスタートでミキを抜くと公言した陽一、さすがに1年先輩の貫禄で順位は一気にトップ10圏内へ。そして団子状態のまま1コーナーへ。少しは洗浄してジャンと思いきや、アウト側から一気にスパートをかけ、ジャンプアップを狙った陽一だったが、見事うっちゃりをかまされコースアウト。しかもついでにぶつかった衝撃で栄誉の右手負傷をつき、なんじゃそりゃ。何度も見たこの光景にまた出くわすのでした。もはや後ろから数えた方が早いだろうというほど順位は大いにジャンプダウン。そして、おいおい、何考えてんだよこいつ。またもや横からフライングボディアタックをかまされ順位は下がる一方。もしかして位置取りが悪いんでないの。陽一がジタバタしている間にチームメイトミキ君は着実に順位アップ。よし、ちょっと追いついたぞ、また俺行け。もはや優勝のチャンスは確実になくなりながら
も一応悪ガキを見せる夜道。初めてのオーバーテイクシーンを皆様にご披露。これ結構貴重映像。なら畜生なめんなよ。レース中でも F1 ピットは大忙し。そこではしゃぐ青年が一人。外のことは構わず一ギャラリーと化すマサ。全然見えねえよ。あ、なんか外でなんかレース車走ってるそうだけど、あ、何が走ってんだろう。あ、こうなったらとことん落ちてもらいましょう。そんなチャンスはすぐにやってきた。ブラックブラック出てんじゃん。ドライブスルーが出ちゃってるよ。フライング。もう一度見直してみよう。明らかにジャンプスタートの証拠あり。参加者中唯一のドライブスルーペナルティーを受ける陽一。あ、こっぱずかしく。このままだとグーフィー賞もあり得る順位。もはや彼の前には邪魔な車は怪物っていうか成長見られず。そしてとどめを刺す出来事が。陽一がヘアピンに差し掛かったところで聞いたことのない異音発生。おい、なんか壊れたぞ。このまま走行できるはずもなくコース脇にストップ。わずか15周のスプリントレースを走りきれずにリタイア。もはや笑うしかありません。どうしちゃったどうしちゃったの。スタートでアウト側からこう様子見てたら、イン側からもう一回ポーンって見つけられて腕がゴキ。最後はミッションブローしてリタイアです。一方レース1年目のミキ君は一人でつぶやきながら淡々と走行中。集中しろ。ああ。いやー、やっぱりね、F1 はね、音もすごいし、やっぱなんて言ってもあの脚力、まあやっぱり F1 をね見れてすごい今日は良かった、すごい楽しかった。あとね、あっちでお弁当が出るみたいなんで、お弁当一緒にどうですか、食べて帰りましょう。いや、すごかったよね、F1 ね。すごい盛り上がったでしょ。見ました。すごかったでしょ。見てないでしょ。カードとか。え、カードとか。すごい、F1。いてあれ、見て、そういえばさ、何どうしたの。いやレースやったの。レースあそこ3合目あの山あの富士山登ってたのに転んじゃってポキッて、おい違うんだって。レースで重捨てがね、でポキッて行ってで結局まあぐるぐる走ってたんだけど、もう一回だから4に入れたらなんかミッションブラしちゃって、でそのまま救急車乗っちゃったのよね。ほんとにギョーついてなくて。でも晴れててよかったね。よかったよ。何、俺の話聞け。俺がレースやってた話聞いてる今。来年はね F1 だから。そうかね、不安だよね。マジで。いいっすね。うん、さっきね、BS の人とね、肩握手して、もう絶対ね、マンドさんお願いしますよ。もう来年はね。お前は何、ドライブじゃないから。いやいや、とりあえず俺交渉してくる。ワックスでも隠してたよ。その前にね、もういいよ、俺契約してくるよ。何と。俺ワックス係。うん、違う、F1 だよ。F1 のシート行ってくるよ、俺。何が。本当に。F1。見てろよ、本当に。お前、本当の F1 行ってる。バカやな。噛んだぞ。相変わらず見学者でごった返す F1 ピットへ。カメラのフラッシュが全くやまないほどの注目度で、うかつに近づけない雰囲気にやってきた陽一は、やるのやるのやるの。ちょっと見てて。すごい。とりあえず一番の気分を味わうため黙ってマシンに近づいてみる。ヘビに怒られてる。再びチャレンジ。どうしようって。ノーノーノー。すいません。ミスター小宮山。小宮。知らない。ノノ。ほら来た。F1 関係者。ほら。
はい、小宮山さん。お疲れ様です。お疲れ様です。ああ、ナイスミーチュー。 F1 の小宮山さんです。わかりました。どうだったの、どう見てなかった。いや、あの1コーナーで腕ポキってやられちゃいまして。マジで。はい、散々なレースの結果で。痛い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 。この辺ちょっと 見せてもらっていいですか。ちょっと取材でいいですか。あ、いいと思います。ショーカーなんで。ほらほらほら、お前ら入っていいぞ、入っていい、お前ら入っていいぞ。俺のおかげだぞお前ら。僕ね、来年シートないですよ。はい、ちょっといいっすか。押してやる。押してやる。ちょっといいっすか。去年のもう腹の中トヨタ見て泣きました。2度目でやっと僕の夢の F1 シートです。でも入れないかもしれない。いやいや、入りますよ。入る。あのドライバーによってこれヘッドレストって言うんだけど、はい、これ取らないと入らない人とこのまま入れる人といるね。ナイジェル用意だから入るから。あ、入れば OK。 で、ずーっと足を。俺、とうとうあのドリフィン越したよ。俺 F1 乗ったもん。遅く皆さん、ちょっとあのメカニック呼んでもらって、おしろ、おら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 、早く降りて。降りるってじゃねえんだ、降りられねえんだ、助けてくれよ。え、これキッズが。おいしろ、はい、よし、乗ったぞ。俺ね、こういうとこね、逃げ足できないから警備員ダメとかやってたから、やっとこう。ついに我々のドリフトもこの場に来ましたね。今日トヨタミーティングですよ。トヨタミーティングにこのドリフトの車が展示され、なおかつね、今日ドリフトのデモランやりますから、この3人が見てくださいよ、ね、この黒い警備の薄さ、ね、扱いが違う。さっきはいっぱい人いたけども誰もいないんですよ。今盛り上がってるんですよ。早速ホームストレートを使ってのデモラン開始。さあ、この年末恒例トヨタモータースポーツフェスティバル、この新しい富士でなんとドリフトデモランをやっていいという空間が出ました、そしてですね、僕らチーム横浜、チーム横浜のトヨタ車ユーザー、この 4台でこの素晴らしいギャラリーの中派手に行きたいと思います。よろしくお願いします。頑張ってください。あ、はい、とりあえずあの昨日のあの予定で大丈夫かお前。ちょっといけるか。いけるか。いや、できんの。いけるよ、いける。だからお前ビシッと見せましょう。ビシッとな、観客に見せようぜ。行きましょう。いっぱいいるからいっぱい。俺たちのパワー見せようぜ。いや、そう、イエーイ。よし、じゃあエンジンだ。はい。おい、ヒロさん、お前何やってんだお前。じゃあすいません、予定通りでお願いします。お前ついてこいよ。はい、あの途中頭張らせていただきますんで。はい、しっかりある、頼むぞ。はい、わかりました。じゃあとりあえずちょっとまだ車来てないもんで、すぐ追いかけますんで、よろしくお願いします。すごい人だよ。ほらみんなだって走ってさ見に来てるもん。あ、ヤルノが走ってる。やっぱトゥルーリーも気になってんだね。ストレートを埋め尽くした観客の前で縦横無尽にドリフトしまくるモン吉ご一行。そのスピードの高さと半減半力に圧縮されるギャラリーを見て、さらにモン吉たちのテンションも上がりっぱなし。取り残された4位置を尻目に会場は大盛り上がり。キーマン選手ってすごいんだね。
いやー疲れた疲れた本当ね、大勢の前で走った後は気持ちがいい。まあ今度ね、あの道場です。次今度ねドリフトパークに場所を移して、コンコースから今度道場で、もう車も用意されてるんでね、この2台これとあっちだよね。お客さん、え、おお、さっきお疲れ、蹴った、いい走りしてたよ。今蹴った、いや、これ俺の車だよ。今から練習。皆さん次ね、じゃんけんするから、そっち並んでもらいます。俺がじゃんけんして勝ったら乗れるから。じゃあ、道場ご希望される、はい、今そこあのね、じゃんけんですので、あ、はい、あの皆さんもう他の皆さん分かっておりますので、早いもん勝ちじゃないんだね。はい、じゃんけんぽい。はい、パーのお客さん、はい、パーの方だけ、前に行って、タイガーのお客様、左右にちょっとじっともらっていいですか。じゃんけんぽい。はい、パーのお客様だけです。パーのお客様だけ、パーのお客様だけ前の方にお越しください。じゃんけんぽい。パーのお客様、パーのお客様、1、2、全部負けちゃった。全部負けてるよ。強いの D1 だけだこの人。すごいですね、あんなにいっぱいあのスタッフいますよ。それに比べてこちらのスタッフ2人ね、2人どうも長い間ありがとうございました。何ですかこれは、どうもありがとうございました本当に。言ってる内容も濃い本当にね。そして道場開始。どうですか。やだ、こんな顔映さないでくださいよ。そうですよね。まあ画面ばっかりやってるの恥ずかしいですよね今のね。いってらっしゃい。あ、ごめん。このイベントでも道場走行は何人、ミハ選手のドリフトの助手席なんて滑ってんぶれないからね。ちょっと距離が今長かったんじゃないの。あ、すいません。ねえ、女の子だからってさ、拾っちゃいました。え、休校空いてるけどさ、これ趣味。それは困るようによ、通り系。やっと俺の出番ですからね、道場でちょっとヘルメットかぶっていこうかな。ダメです。え、押してよ。え、ジャンケンカップ大事。ルールなんてねえんだよ。ヨイチが乗っただけで重量級の差はかなり重く見える。特に左側も トラクションの係がいいな。ウエッジの車ね、ちょっと加速が悪いね。重い。教えることがまああまりないかな。ない。うん。ありがとうございます。まあ次またね頑張ってもらって、あ、はい、まあ D1 の方でもトップの方来ていただいてね。ああ、嬉しい。僕とりあえず家業の花屋に戻らなきゃいけないんで。ああ、本当。うん。今日一日ありがとうございました。ご苦労様。うん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。バイバイ。もう陽一の暇つぶしには付き合いません。